皆さんこんにちは、リポーターのりほです。今日は板室温泉にやってきましたよ。下野の薬湯として知られる板室温泉は、深い山間に佇む自然あふれる静かな温泉郷です。日光国立公園内にあり、国民保養温泉地にも指定されています。そしてこの時期訪れたいのは沼っぱら湿原。温泉街から車でおよそ30分の場所にあります。うわー、綺麗。1200メートル以上ある場所にあるんですよ。だからで空気が美味しくって、やっぱり涼しくて最高ですよね。こちら見てください、日光キスゲですよ。ここの沼っぱら湿原にはたくさんの日光キスゲがありますよね。何かいますよ。発見したのはクロサンショウウオ。私初めて見ました、こんなにたくさんいるんですね。あっちにもいますよ。沼っぱら湿原は日光キスゲが咲き誇る今月中旬が特に見頃になりますよ。中川の源流に囲まれてまして、自然環境が穏やかで非常に良いということと、ぬるめの温泉が非常に好評をいただいております。松の木の原木なんですよ。非常にこう大きい、ね、太い丸太のままで30年ぐらい経ちますので真っ黒なんですがね、非常に肌触りがゴロゴロとして非常に入りやすいんだそうです。24時間かけ流しで入れます。この壁はね、大田原にある小砂焼の板室の吊り橋とか矢沢の滝の写真を見て焼き付けてくれたタイルなんです。素朴な風景ですが、もう何十年も小砂さんのおかげでそのままのタイルを現在も使っております。幸の湯自体がですね、敷地面積が約3万坪ありまして、そんな中で建物も横長なゆったりした佇まいになってます。この造りはですね、森に囲まれた温泉をイメージしまして、大滝の湯であったり、それから古いイメージのかやぶき、それから長男を使った湯船、それから十和田石、それから鮫川石、福島ですね、美人が入る温泉として、ナトリウムカルシウムの流泉の根泉、アルカリ性の泉質なんですが、古い角質を溶かしてですね、中から新しいお肌を出していただけるということで、化粧水のようなお風呂としてまず一つは親しまれています。それから宇宙の方につきましては、畳敷きという全国で3番目に導入をしまして、安心安全をテーマにしております。那須塩原といったらやっぱり牛乳ですよね。温泉上がりにはこれです。美味しいです。那須塩原市で素敵な時間をどうぞ。